二人とも優しいんだな、ジョイマンは。いや、まあどうなんですかね、優しい。まあ一定の距離感保ってるコンビだと思いますけどね、僕らは。なんかその、仲悪い時期とかなかったの、別に。やっぱその仕事がなくなった時は、うん、まあめちゃくちゃ仲悪かった。2010年から14年ぐらいは、ちょっとありましたかね。失敗するとお互いのせいに。なるほどね。で、高木はあんま口出さないんですけど、うん、僕が言ってたんで、間違えると、いや、そこ違うじゃんって言うと、じゃあ、バッチも溜まってるんで、言い返してきて、うんうん、じゃあ、お前、そこあれじゃん、みたいなのを、先輩だけ止めるみたいな。お先輩が止めに来るぐらいって、まあまあ相当やな。そうですね、結構、あ、やばい空気が多分流れてましたね。その、二人のトーンが、高木も声低いんで、うん、あいつがガッて言うときって、声低いから、めちゃくちゃ怖く聞こえるんですよ。めっちゃ切れてるんですよ。誤解されちゃうタイプがあるんですけど。あ、そうなんや。だからこうやって喋ったときも、あいつ声、めっちゃ低かった。うん、あれで、うん、いや、お前違うだろって言うと、うん、本当に怒ってるように聞こえちゃうんですね。確かに、その、あのジョイマンのキャラクター知ってるけど、そういうのがなくて普通に喋ってると、ちょっとやっぱりこう、一個構えて喋っちゃうかもね。ジョイマンの時のあの、笑ってる顔のイメージあるけど、笑ってないとさ、ほら、ああいう黒縁で M 字で、こう、低い声で喋られると、あ、これ切れたらやばいタイプの人かなって思っちゃう。うん、うん、確かに中学の時も切れたりもしてたんで、たまに。あ、そうなんや。からかわれすぎて、バッてこう、急に切れるタイプなんで。今はもうずっとないですけど。おとなしいけど、急に椅子振りかざしたりするタイプ。そうです、そうです。うわー、そうやったんや。はい、僕、最後見たの、芸人になって、24、5歳だから、まあ、2年目ぐらいの時に先輩にコンパ連れてもらって、僕らと先輩4人でコンビで行ったんですけど、1人の女の子がずっと。何ちゅう組み合わせで行ってんねん。なんかその時、まあ、コンビでも全然行けたんですけど、先輩のコンビ誰ですか、それ。フィルダースチョイスっていう。知ってます？あ、知ってます？松尾さん。もう解散しちゃってはいるんですけど、その方に誘われて行って、1人の女の子がずっと高木に、なんか、面白いことやってよ、みたいな。ずーっと言ってて、うん。で、それを周りの先輩もちょっと面白おかしく高木を言ってたんですけど。うわー、嫌やなー。それをやり、ずーっとやって、結局、店出るまでやってて。うん、で、僕はもう高木から怒るなと思って、先輩にもちょっともしかしたら危ないかもしれないですね、みたいな。お、さすが相方。おおおお。ただ先輩は辞めたんですけど、うん、最後の最後の会計して出ようって言った高木に、女の子はまた言っちゃって、そしたら高木が立つときに割り箸投げて、うん、お前がやってみろ、面白いことやってみろ、うん、急に大きい声出して、わあ、怒った、本当に怒った、うん、切れ慣れてないから唇すっごいプルプル震えて、うん、それでそのあいつは帰っちゃいました、ね、一人で。あ、そうっていうタイプですね。それが今まで見た中で切れた最後の回。そうですね、あれ以来は見てない。でもあれでしょ、なんかその一回その仕事がわーってなくなった時に、こう辞めようかみたいな話になったんでしょ。はい。ありました、ありました。僕がお笑いやろうよって誘ったんですけど、うん、一緒に、うん。で、そこからテレビ出させてもらって、うん、で、まあ、仕事が減って、うん、その頃に結婚して子供ができたんで、うん、で、その時も月収も8万とかだったんで、おうおうおう、ちょっとこれ生活できないなっていうので、僕はもうその時バイトしてたんですよ。でここもうあれでしょ、一回わーってブレイクした後に、はい、やっぱりその収入減ってきてバイト始めるって、やっぱでもその時結構しんどくない？一回辞めたバイトまた始めるって。そうですね、僕は、ね、うん、今の奥さんなんですけど、うん、結構その時からも同棲してて、あ、うん、そのすごい現実的なことを言うんですよ。なんでバイトしないかわからない、うん、そのあなたが家賃払うって決めたんだから、うん、バイトしないよちゃんとっていう、その何にも出せない。いやもう超正論や。そうなんですよ、芸人だからって言えないんですよ、うん、芸人だからさ、おうおう、恥ずかしいよとかじゃないんですよ、もう生活できないじゃんっていうこと言われちゃうんで、はいはいはい、バイトします、うん、っていうの僕はやってたんですけど。なるほどね。相方の方はバイトしなくて奥さんが働いてたんですよ、うんうん、で子供できるじゃないですか、うん、でこっから生活難しいっていうんで、毎月から多分言いづらいから僕からちょっと相談しようかなと思って。なるほど。はい、もう向こうからは言えないやろうから、こっちからちょっとこう促してみようかなと。はい、うん、でちょうどその時に結構上の先輩が解散してたんですね、2組ぐらい大きい先輩たちが、うん、
それもまたこう、誰やろう、アームストロングとか、あ、そうです、ロシアンモンキーさんとか、当たった、うんうんうん、の時期だったんですけど、うん、であんな面白いのに、なんかその辺のこと、仕事のこととかで解散しちゃうんだ、僕は思って、なるほど。まあ、僕の勝手なこれは推測ですけど、うんうん、で、これはダメだと思って、高木に、まあ、そういうのもあるから、うちらもちょっとこのまま10年、20年続けられないんじゃないって、うん、子供もいるしさ、うん、だからちょっと、やめ解散してもいいんじゃないっつって、でちょうどそれが芸歴10年目だったん で、 でちょうど10年やって笑い続ける続けないか決めようかっていうのはちょっと前にさ、うん、組む時からちょっとどうするって高木に言ったら、うん、まあいつはいや解散とかしなくてよくないみたいな、うん、お金じゃないでしょ、お金で解散とか俺ないなってあいつが言って、うんうんうん、いやそれお前が言うんだいや嫁子供がおる方がね、こっちの意見も聞けよ聞けよと思ったんですけど、こいつはもう腹くくってるわ、じゃあ僕からもう解散しようっていうのはやめようと思うし、じゃあこれでバイトを普通にしてましたね、そこから。じゃあ別にその例えばあのコンビ活動であったりとか、はい、そのジョイマンでラップやってる方向性とかに別に不満があったわけじゃないのね。そうです、なんかネタもまあその一時は受けなくなりましたけど、うん、数少ない営業とか行くとやっぱ笑ってくれたりするんですよ、お客さんが。おうおう、で、はけるときになんかジョイマン面白かったなみたいな声聞こえたりすると、おうおう、僕の中ではガッツポーズしたんですよ、よしよし面白いと思われたなとか、うん、あと他の先輩コンビと一緒になったりとか後輩で一緒になったときに、うん、僕らの受けたら、うん、よしよし勝った勝ったみたいな思いながらやってたんで、まあ、どっかもっか面白いって言ってもらえるのかななんていうのはどっかにはあったんです、頭の中。なるほどね、うん、ずっと滑ってたわけじゃないネタが、うん、だからそれもあって続けるとかも。ああ、そうなんや。じゃあ別に、要はその収入面が心配でやめようかなみたいな話をしただけなんよね。そうですね、はい。じゃ仮によ、仮にそこで、はい、あの、はい、もしじゃあ、高木君が分かったって言って、はい、解散したとしたら、池谷君は何、芸人辞めてたの？僕辞めてましたね、うん。あ、そう。コンビっていうか、まあ、コンビじゃなきゃ無理なんで、僕。ピンとはちょっと考えられなかったんで、だったらもう普通に辞めたら、まあ、飲食店で就職したらいいかなと思ってました。なんか料理好きやから、はい、だなと思ってました。僕バイトするとすぐあれなんですよ、ね、バイトリーダーみたいになっちゃっていや向いてる、店長、はい、店長代理とかになってくる。ああ向いてる、はい、めっちゃ向いてるいるわ、結構、そのなんかもう、ほら、舞台とかではそんな目立てへん、はい、ごめんな、目立てへん言うて。はい、あ、いえいえ。そっちがやけど、あの、バイトとかでめっちゃ仕切ってるとかな。うん、めちゃくちゃ手際いいとはな。ありがとうございます。接客うまいみたいな。今はもうだってバイトしてないでしょ？なんとか、はい、バイトせずに。いや、でも、あれちゃう？料理とか好きやったら今後お店出したいとかなってくるんじゃうの？そうですね。それはそうですね、言うんや。考えて、一回バーの店長やったんですけど、一日。うん、でちょっと経営学ぼうと思って、週1回だけバーの店長やってたら、うん、そのオーナーさんに褒めてもらって、うん、ちょっと週7やんないって言われて。週 7？ あ、はい。あ、これはちょっとまずいって。週7日しかないねんけどな。はい、もう毎日だから。休むないことやもんな。社員としてお願いしますってなったから、ちょっと断ってみたいな。それぐらい任しとけば大丈夫やと思われてんやろうな。多分、働いたら真面目な方なんで。そうですね、だから最近じゃない方とか言われ、うん、まあ、今でもずっと言われてるんですけど、分かるんですよね、もう本当、高木の身の回りを俺が動いてるなって、それがずっと自分の世界にいて、こう、書いたりとか、ものやってて、その周りの打ち合わせとか、なんか作家さんとこうしてくださいっていうのを全部僕が決めてるみたいな感じですね、多分ジョイマン。そうなんや。あいつからネタ合わせしようって、本当に2、3回しかないですよ、19年で。その2、3回が逆に気になるわ。よっぽど、僕も。よっぽど切羽詰まったんかな。ジョイマン出るとしたらやっぱりキングオブコントやったの。それ M1 にも出たことあんの？あ、ありますあります。はい。うん。でもラップやんの？やっぱり。こう、パッて行かせてもらった時はラップやってましたね。うん、でも全然、ほんと1、2回戦で落ちて、うん、で、M1 がなくなったんですよね。で、ザ・漫才になって、それもまた2回戦で落ちて、うん、その時はでも、うん、もうラップやってなかったですね。でも今更もうさ、高木君的にラップやれへんのかいってなるよね。はい。なんで、最後の M1 は、うん、そのラップしないっていう漫才をしてました。ああ、いいね。うん。で、結果ラップしちゃうっていうネタにしてました。もうめっちゃ見たい、それ。それは、でもなんか、めちゃくちゃ褒めてもらいました。他の漫才師の後輩とか先輩から、
あれめちゃくちゃ面白いな。それ3回戦まで初めて行ったんですけど、それでも3回戦で回ってるんですよ。ああ、そう。いや、めっちゃ見たいわ、それ。ちゃんと今までの、だって、それこそレーザーラモンとかさ、あの、フォーのお葬式やるみたいな漫才があったりとかさ。はい、はい。要はそういうことでしょ？そうです、そうです。今までのこう、1回ブレイクしたやつがフリになってるからさ。はい、生き様 100% ですね、漫才が。はい。うん、めっちゃいいよね。ありがとうございます。じゃあもう、池谷君はもうこのままずっとあの、一生、なんだこいつを言うと。そうですね。腹くくってるわけでしょ。どこまでなんだこいつができるかちょっと楽しみです。だからちょっと今、アブローラー手に入れたんで、腹筋鍛えようかなと思って。うん、割れてみようかな。割れてみようかな。いいよね。多分あれちゃう、あの、こう衣装も自然にこう、へそ部分がちなみに見える。ちょっとこう手上げて、なんだこいつの時にちょっとこう腹筋が、あれ割れてないみたいな。本当に邪魔になってきますね、僕がそれ、横にいたら。でも面白くなってくるのはひょっとしたら50超えたぐらいからかもしれないね。あ、うわー、そうですね。それ、あの、はい、今さ、今はまだ高木くんもどんどん高さが出てきてるけど、はいはい、でもだんだんその高さもどんどん低くなってくるやん。なります。あの高かったジャンプが今こんなにとか、あのなんだこいつこんなに細くみたいな、はい、声出てない、か細い声なんだこいつ。おじいちゃんになってやってみたいですね。腰曲がってる状態とかでもいいんですけど。うん。あ、じゃあもう、このまま、お二人、ジョイマンは続いていくんだな、うん。そうですね。続けていく予定ですね。はい。うん、だからこそ、やっぱり、あの、ジョイマンチャンネルから、あの、高井くんがやっぱり脱退したっていうのは、これ、大ニュースやったな。まあ、そうです。蓋開けてみたら大ニュースかもしれないですね。今、喋ってみて。でも、あれやな。結局、その、そっち抜けるってことは、要は他の仕事も今、充実してるわけでしょ。まあ、なんかやれることやらしまってますね。楽しい仕事振ってくれたりするんで、うん、今日がね、はい、俺たまたまやけど、なんか地上波でも見たし俺なんか、 あれですか、高木のプレバトですか。あ、それやそれ、うん、あ、はいはい、もう出てきたと思って、うん、そういうのもあったりとか、なんか au の方でジョイマンになりたいっていうなんか番組があるんですけど、うん、レーザーラモン HG さんとサバンナヤギさんとレギュラーさん2人と、あとグラビアアイドルの2人の方が高木になってジョイマンを5分、10分ぐらい踊り続けるっていうのがあって、ほんとそれだけなんですけど。うん、痺れるメンバーやったけどな、今。うん、はい。芸人さんなんで、うん、そのまま高木をやりたくないじゃないですか。うん、うん。だから、オリジナル出してくるんですけど、うん、10分近くあるんで、途中放心状態になったりとか、もう、出てこないんですよ。覚醒しだしたりとか、その壊れる人もいるんですよ。あれじゃない、もうラッパーズハイになってくるんじゃ。うん、ラッパーズハイみたいな。いや、面白いんですよ。そういう仕事もさせてもらったんで、うんうん、なんかここ最近はなんかありがたいです、ね、もうジョイマンって一個のもう形が出来上がってるもんな。ありがたいですね。だから構図はできてますね、ネタの。うん、言ってたよ、高井君もなんかいろんなこうアレンジ加えたネタもやったけど、結局プレーンに戻ってきたって言って、うんうん、あ、プレーンって言うんだって俺はその時初めて知ってんけど。うん、言わないですか、ネタのことプレーンって言わない。プレーンのネタってあんまり俺聞いたことなかったよ。確かに、あいつでたまにネタのこと曲って言うんで、ラッパーになってるんですね。やっぱりちょっとラッパーなんやな、気質がな。ラッパーな気質がラッパーで、あ、言葉が多分好きなんで、作るのが。ああ。投げるのが、はい。考えてるの好きなんやな、じゃあな。と思います、ね、ラップを。それを多分、没頭したいなと思う、うん。机に向かって考えるって言ったもんな。はい、言ってました、言ってました。このなんとかダンジョンとかでこう、机に向かってラップ考えてる人見たことないもんな。いや、ないですよ。みんな瞬発的に言ってる。相手が言うてきた時にちょっと待ってって言って、机で考えてる人見たことないもんな。うん、そうですね。でも相手一回ラップバトルには呼ばれてるんですよね。ミステルダンジョンじゃないですけど、はい。プロサーモン久保さんやってるイベントに呼んでもらって、うん、ラップバトルで僕がセコンドにいるみたいな。おちょっと特殊なんですけど、2対1で、1がプロサーモン久保さんで、で、久保さんとラップバトルするんですけど、久保さんはめちゃくちゃうまいじゃないですか。バーって。めっちゃうまいよね。うん。高木はまあ、フィビーゴーから始まって、なんかみんな、うん、おーみたいになるんですけど、うん、言ったのが、久保田豚って、それだけでしたから。最高やな。あの悪口じゃん。うん、最高。でも湧きましたから、おーみたいな。いや、俺な、ちょうどその久保田くんとか、あと、はい、ユリアン・レトリーバーとか、はい、RG とか出てる、なんか芸人ラップバトルみたいな。はい、やってますね。なんか、アベマでやってるのがなんか、はい、YouTube の方にも公式で上がってて見てやんか。 あんなに人の悪口言わなあかんの。俺も、うん、俺も無理やと思って、俺こんな友達のことこんな悪口言われへんと思って。いや、ほんと根に持ちますよね、あれ。絶対言われた方、あれだってさ、なんぼうまいこと言ったかって、ちょっと芯食ったこと言うたら残るよね、うん、あれ相手に。でもそういうこと言わなあかんねやろ。
うん、思ってるのもでかいですよね。思ってるから言葉に出るわけですから。やっぱりさ流暢に喋りたいからさ、ちょっとそういうの勉強してさ、はい、こう陰とか踏めたらかっこいいなって思ってる時期一瞬あったけど、はい、それ見た時に、はい、あ俺こんな人の悪口言わなあかんやったら俺無理やと思ってる。そうです、性質的に無理ですよ、その人。無理無理、もう言われへん言われへん、もうそんな。でも言われんのも嫌やし。でも励ますラップ確かありますよね、褒める方のジャンル。でも多分それ芸人やっても全然面白くないやんか。あでも高木くんとかがやったら面白いかもしれん。ああそうか、ね、うん、終わります。あ早っ、なんだこの終わり方。出た出た出た。言ってなかったと思ってます。ありがとう。今日はごめん、ちょっといろいろ聞きたいこと聞いてよかったわ。いや、うん、僕も楽しかったです、うん、ちょっと今度お酒飲みながら喋りたいですわ、本当に。あ飲んでくれたらよかったのに、俺飲んでたのよ俺、うん、あそうなんすか、うん、あ飲んでよかった、あ言っときゃよかったな。いえいえ、またぜひぜひちょっと妹じゃなくてお願いします、うん、あそうやな、あコロナ明けてからです。じゃああの宅飲みの YouTube 始まったら、あのよかったら呼んでください。 ありがとうございます。僕もお酒好きなんで、うん、ちょっと遅い時間になりますけどお願いします。お全然全然全然ごめん、はい、お知らせ的なことないよね、そんな大したチャンネルじゃないんですけど、すいません。いやいやいや、まあ、そうですね、本当高木も言ったかもしれないですけど、うん、あのお笑い続けてきます。あ素敵な言葉やわ。ごめんねちょっと急にねお呼び立てしていろいろ根掘り葉掘り聞いてしまいました。なんか昔思い出せてよかったです。そうなんや、はい、ありがとう。ちょっと俺告知だけして終わるんで、あの退出を押してもらって大丈夫です。いいですか。あ、はい、本日のゲストジョイマンの池谷くんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いややっぱりあのコンビ両側から聞いてみないとわからん話いっぱいあるね。そっちの高木くんが高く飛びたいって言ってるのと同じように、池谷くんは大きな声を出したいっていう目標があったよね。よかったらあの、チャンネル登録とか、いいねとか押してくださいね。今日はそろそろ終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。